8時40分スタート、いきます。あれ、これ行くと階段だっけ。どっちでも行ける。どっち、早く来てよ。まっすぐ持ってきた。持ってきた。ちゅうか、ロープ垂れ垂れやんお前。30分だって言うから。あ、30分。いや、そうなんです、引っかかるから。いや、今も擦ってるよだから2つに折るか。これ分からないでさ、調子の頭ついちゃったらどうするで、そしたらもう調子の頭をトップ取るしかないね。うん。あ、そうなん。うん。いやー、あれだけど近く行くとな、遠くからだとさ、割と楽勝じゃんとか思ってさ、うん、近く行くとさ、めっちゃさ、こうさすごいんだもんね。え、いきなりさ、でかく見えるよね届かないんだもん、最初に。マジ、え、これ登んのっつんで軽いけど届きにくい。わかるわ、すげえさ、歩きやすいっていうか、なんていうの、軽い軽い軽いんだけど、お前もう靴にゴミ入ってめちゃ不快なんだけど、どうするよこれ。うわー、靴脱ぎてえけど縛っちゃったからな、気持ち悪いな。何入ってんだろう。こういうの気にしない人がローカット履けるんだろうなと思この岩が目の前は登るところ、はい、右巻いてか。あるある見ないと。ここかな。ボルト打ってある、はい、あ、ここだ。これをそこにちょっとつける。どこ先に、うん、頑張らないけど怖い、うん。はい、お願いします。はい、どうぞ、頑張って。いた。1段目だ。いい出だしだね。え、そんなすぐそこにピンあんの、ボルト。あ、いいよいいよ、どんどん打っちゃっていいよ。いつ落ちるかわかんないから。あ、どんどんかけちゃっていいよ。はい、登ります。いいて。
よく登ったね。上手にやった。いやここだけでもハーハーだわ。まだ低い位置だからね。ちょっと右行ってくれ。よいしょ。そこに1個さないよ。右は行かない方がいいな。まあ行ってみて考えるわ。ゆっくり、はい、で行きますよ。ビデオお願いします、はい、行きます。ちょっとさ砂が多すぎるね。サングラスした方が良かったかも。目に砂が今する。言おうと思ったけど登る前に足払った方がいいよって。もう遅いよね。こっちだから。合ってん、合ってんな。うわーロープめっちゃ重い。はい、ビレー解除。オッケー、登ってください。やっぱ靴ダメだ、足が限界。履いた瞬間からもう痛い。ってことは、そうか、足ずっと痛いわけか。うん、わかった。これいらない。いらない。まずどうすんだ。
セリフを休んだらセリフを解除して登り始める、うん、それだけ、うん、すごいね。じゃ行きます。はい、頑張る。風強いな。砂ぼこりやばいな。目に入るし、うん、どうする？撤退する？ちょっと強すぎじゃない？上ももっとすごいってことでしょ、うん、ちょっとやばい気がする。どうしようかな。行きたいけどやめようかな。なんだそりゃ。行く？ああ、どっちでもいいよ。やめるのはやめても別にいいけど、やめたらまた来週来なきゃいけないから。なんで来なくないか。ちょっとお茶ちょうだい。おお、超引っ張ってる。さっきポンってやればいいよって言ったのが引っかかってる気に。そんなにさ、そういう考えて。しかも今引っ張った言って、めっちゃ引っ張られたから。死ぬかと思ったわ。
よし。よいしょ。ミレー会場引き継ぎ行くよ、うん、ミレー OK? OK いいですか聞こえてねえで多分低くない風もあるししょうがないねばっかりはじゃあ行きます、はい、お願いします、はこれどっちだろう。右かな。よいしょ。あ、これが終わりか。はい、ビレー会場はい
ちょっと待ってね。あ、やべ。ビレーキでビレーキ。いいよ、登ってどうすんだ。マジさ、次から来た人待っててさ、借りる？持ってれば、8缶か ATC 予備で。予備であれば、うん、どうする？それともこれ、まあ、それでなかったらしょうがないから、うん、カラビナで無体値を入れる。やべ、やっちゃったな。まさかこんな失敗を。なんで思い出作るんだ、わてはすぐ。すぐ思い出作りながら。一番ダメなやつ、一番落としたらダメなやつ、ポーンって。うん、さすがだな、持ってるだな。それだけは絶対にしないようにしようと誓っていたのに。誓ってない、俺はだから予備も買っとこうかって言ってたや。ああ、景色はいいね。景色はすごくいい、ただ風が本当風強いわ。怖かったな、4がやっぱ一番怖かったな。高度感があって、ん、よくわかんない。最初2のが最初だったから怖かった感じもするけど、そうなん、準備運動もなしにって感じだったから、そのまま1、2って登るから俺は、うん、分体ヒッチで降りるの大変かな、やっぱり。ちょっと練習してみようかな。落ちないように気をつけて。はい、いってらっしゃい。右手腰、右手は腰ね。腰を落としながら。右手離さないでね。こうか、オーケーです。大丈夫ですか。はあ、これ緊張すんな。大丈夫です、右手で、はい、離さない。もう降りづらいだけで要領、要は同じっていうんですよね。まあロープがちょっと痛むぐらい。ああ、なるほど、了解です。すいません、ありがとうございます。降ります。うわ、怖っ。あ、すまん。
知らないけどね。1回に分けて投げるんだよ。無理だよ、そんなのね。ほんと遠くにロープだー。なんでお前そんな偉そうな。ん？はい。お前返事すんなよ。そこ邪魔だから、まあいいや。なあ、お前ザックなんかいじってねえで、靴脱ぎゃさ、よくねえ。こんな一点だったら特に。靴が脱ぎたいね。なあ。でも靴持ってないんで。ただの変な人。え？脱げばいいじゃん。ないの。いや、かかとを脱げばいいじゃんって。これじゃもう足りない。え、ない。初めてのクライミング。かかと脱ぐだけじゃ物足りない。いや、とりあえずかかとだけでも外せば全然違うんだからさ、外せばよくない？降りてきたらすぐ靴が欲しいな。どうぞ。ねえ、すぐ外せばいいじゃん、かかと。そんな面白いことする？靴がとにかく欲しい。いいから脱ぎゃいいじゃん、かかと。いや、靴なのよ、最初に。うぜ、わかんない、わかんない、全然、うん、日本語で喋って。靴が欲しい。靴が。え、駐車場にこれで降りんの？靴持ってない。何が？サケがロープ持ってるから。俺持ってるよ。だから靴持ってるでしょ。うん。靴が欲しいの。うん。靴欲しい。靴欲しい。うん。お茶飲む？靴。あ、靴か。お茶は？お茶はいい。お茶はいい？なんか可愛いな。ほら。ほら。靴が欲しいの。ほら、履け。靴。でもハンデス出しちゃったからしまうか。いや、いいから靴脱ぎゃいいじゃん。え、なになになに？コント？え、なになに、何がしたい？靴どいてるじゃん。いやいや、だから、は、ぬ、早くクライミングシューズ脱げばいいじゃん、じゃあ。いやいや、クライミングシューズまず脱げばいいじゃん。何やってるの？靴が来ないと脱げない。何が？な、え、な、何がして？笑わせようとしてるもん。で、どうでした？ん？黒壁ミニ探偵。怖かった。怖かった？怖かった。ああ。怖かったけど、一番上までは楽しかった。ああ。それでよくね？うん。ああ。まあ、慣れがな。足が痛すぎた。ね、慣れよ、慣れよ、あと。いや、慣れない、あれは。いや、じゃあ、そうじゃん、ロープ、うん、いや、俺がやってる時にこっちやっといてとかさ、うん、一日言わないとっつんださ。うん、できるようになればもっとどんどん早くなっていくから。パートからは途中からやってたよ。ああ。でも最後結局やってねえけどな。今日は足がもう痛すぎて涙が出てきたから。